プレッシャーをかけます。右だ。はい、こんにちは。今回は世界王者同士が戦った夢の統一戦を紹介いたします。ボクシングの紹介に入る前に愛用しているファイグの紹介を少しさせていただきます。レンマネクタの三つ折りファイグを使っているのですが、コンパクトで持ち運びに便利な点と、日本の職人がイタリアの高級レザーを使って作ったので高級感にあふれている点が非常に気に入っております。高級感があって機能性があり、かつコンパクトのサイズで3拍子も4拍子も揃っております。詳細は概要欄に貼っておりますので、ご興味のある方はご覧ください。WBC 王者フリオ・セファーリ・チャベスはデビュー以来66戦全勝 55KO で3階級制覇王者です。対する IBF 王者のメルドリック・テイラーはオリンピック金メダリストで、プロデビュー後もスピードあるボクシングで負けがありません。当時伝説化されていたチャベスが優位との前評判に反し、試合はテイラーがスピードと鋭いパンチで圧倒していきます。迎えた最終12ラウンド、チャベスの判定負けが濃厚となっているのですが、試合終了25秒前頃からチャベスは猛反撃を敢行するのです。Esperando el momento que parece que viene Rey Arcel. Ahí presenta tremenda ovación. WBA ライト級王座を11度防衛中のロベルト・デュランが、 WBC 世界ライト級王者エステバン・デ・ヘスと相まみえました。両者はこれが3度目の対戦で、初戦はヘスがデュランを破り、デュランのデビュー以来の連勝が31連勝でストップいたしました。2度目の対戦はデュランが KO でリベンジを果たし、3度目の対戦は両者世界ライト級の王座をかけた統一戦でぶつかったのですが、 WBA 王者デュランは62勝 49KO1 敗、 WBC 王者ヘッスは52勝 30KO3 敗と、共にライト級では無敵を誇っておりました。序盤は WBC 王者ヘッスが距離を取って戦っていましたが、中盤からデュランのプレッシャーが厳しくなり、接近戦が多くなり、相手の攻撃を小さくスウェーで外し、すぐさまフックやアッパーを返すという野性味あふれるデュランの攻撃が冴え、強い連打でダメージを与えていきました。迎えた第12ラウンド、ヘッスが勝負に出て強い右ストレートを放ちましたが、デュランは即座に反応し、アッパーとストレートの中間の右パンチをしっかりと合わせました。 WBC 王者ヘッスはなんとか立ち上がりましたが、ダメージが深刻でデュランの強烈な連打にさらされ、世界王者同士の戦いに終止符が打たれました。
Oscar De La O. And now, Hopkins. WBA、WBC、IBF、世界ミドル級の統一王者バーナード・ホプキンスが、WBO、世界ミドル級王者オスカー・デラホーヤと世界ミドル級4団体統一戦を行いました。デラホーヤはスーパーフェザー級から階級を上げ6階級制覇を成し遂げたのに対し、ホプキンスは1995年に IBF 世界ミドル級王座を奪取して以来9年以上も世界ミドル級王座に君臨しているのです。試合展開は、序盤はデラホーヤが手数で勝り主導権を握りましたが、中盤からホプキンスのプレッシャーに劣勢となり、第9ラウンドにホプキンスの強烈な左ボディブローをもらい、キャリア初の KO 負けを喫しました。51勝 37KO1 引き分けでキャリアを終えたリカルド・ロペスは、 WBC 王座の21度目の防衛戦にロセンド・アルバレスと戦いました。WBC 世界王者のロペスはここまで47戦全勝なのですが、 WBA 世界王者のアルバレスもここまで24戦全勝 16KO と両者ともに全勝のレコードを誇っておりました。ロペスはこの試合の7年半前に当時 WBC 世界王者の大橋選手に挑戦し王座を奪取したので、日本でもおなじみのボクサーで、とにかく打たれるのを嫌がり、被弾が少なく、これまでの試合は打たせずに打つボクシングで、ほぼ完璧な内容で全ての試合に勝ってきたのです。試合はロペスの多彩な左を封じるため、アルバレスが右をカウンターで合わせてロペスの左を封じ優位に進めていましたが、ロペスは中盤からようやく左をテンポよく放ちリズムをつかみかけてきました。頑丈でタフでパンチの強いアルバレスはペースを取られないよう手数を増やし、ロペスのパンチに右を合わせながら、さらに圧力をかけて、パンチをヒットさせます。アルバレス有利な展開の中、7ラウンドに両者の頭がぶつかり、ロペスからかなりの出血が見られ、試合続行が難しいということで、7ラウンド終了後ストップし、それまでの採点で判定決着となりました。三者三様ですね。ドローですか。